イワン・ステパノビチ・コーネフは、ソ連の軍人。ソ連邦元帥。デオレギー・ジューコフとベルリン一番乗りを競った。ソ連邦英雄。ボログダ県ロデーノ村出身。家は、貧しい農家で正式な教育は受けられなかった。1916年、ロシア帝国陸軍に招集され、軍人としてのキャリアを歩み出す。1918年、 ボロゴド県ニコリスク軍執行委員会委員、軍軍事委員。同年、赤軍に入隊。ロシア内戦時、走行列車、旅団、狙撃士団、極東共和国人民革命軍本部、狙撃軍団の軍事委員を歴任し、コルチャーク、セミオノフ、日本軍と戦った。1921年、全連邦共産党、第10回大会代表となり、 クロンシュタットの反乱鎮圧に参加。1926年、軍事アカデミー付属高等式要員課程を終了。その後、連隊長、師団長を歴任。1934年、MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。1934年から1940年、狙撃師団長、軍団長、第二、赤旗極東軍司令官を歴任。 1940年から1941年、ザバイカル軍管区と、北カフカーズ軍管区を指揮。独ソ戦時、第19軍、西部戦線、カリーニン戦線、北西戦線,戦線、ステップ戦線、第2ウクライナ戦線、第1ウクライナ戦線を指揮し、モスクワの戦い、クルスクの戦い、ウクライナの解放、東カルパチア、ビスワオーデル作戦、ベルリンの戦い、 プラハ作戦に参加した。なお、第19軍西部戦線初期に、ブヤ島攻防戦での敗北から、国防委員会、特に、ボロシーロフの不況を海軍法会議にかけられるところを、ちょうど、レニングラード戦線から転任してきたジューコフにより、救われ、ジューコフの副官として、手腕を振るうこととなった。1945年から1946年、 中央軍集団総司令官権、中央ストリア最高委員。1946年から1950年、地上軍総司令官、国防次官。1950年から1951年、ソビエト軍主任監察官。1951年から1955年、ゾイカルパチア軍管区司令官。1955年から1956年、 国防第一次官権地上軍総司令官。1956年から1960年、国防第一次官。1955年5月から1960年6月までは、ワルシャワ条約機構統合軍総司令官を兼任。1960年から1961年、国防省観察総監主任観察官。 1961年から1962年、中毒ソビエト軍集団総司令官。1962年4月から国防省、観察総監主任観察官。1973年5月21日、モスクワで死去。赤の広場のクレムリンの壁に葬られる。ソ連邦英雄、チェコスロバキア社会主義共和国英雄、ドイツ民主共和国英雄。 霊人勲章6個、10月革命勲章、勝利勲章、赤旗勲章3個、1等、スボーロフ勲章2個、1等、クトゥーゾフ勲章2個、外国の勲章13個を受章。ありがとうございます。